ジェームズ・クラックスの肖像がコドフリーネラー作1708年頃。ジェームズ・クラックスはグレート・ブリテン王国の政治家。1686年4月9日、ジェームズ・クラックスの次男としてシティオブ・ワイストミンスターで生まれた。チェルシーの学校で学んだが、卒業する前に大陸ヨーロッパへのグランドツアーに出かけ、1七百三年から1七百四年にかけてイタリアを 1706年にドイツを旅した。道中でハノーファーとトリノの宮廷を訪れ、前者では長く泊まって、ゾフィア・シャルロッテ・ホン・キールマンゼックの影響力を通じて、ハノーファー選定校、ゲオルクリュート・ビヒに気に入られた。1708年4月8日に在スペイン・イギリス特命講師、ジェームズ・スタンホープの秘書官に任命された後、同年9月29日に在スペイン・イギリス施設に、 任命された。これは、スタンホープが、戦役により、不在の時、その代理を務められるようにするためだったが、同時にスタンホープ、フランドル戦役にかかりきりの初代、マールバラ公爵ジョン・チャーチル、そして、本国政府の間のメッシになるという理由もあった。しかし、1710年に、トーリー党が政権を掌握したため、マールバラ公爵に近しいクラグスは、 失脚を予想、実際に1710年10月に帰国した後は1711年4月に短期間特命行使に昇格したもののスペインに戻ることはなかった。1713年4月にトレゴニー選挙区の補欠選挙に出馬して77票対83票で赤敗したが同年9月の総選挙では無投票で当選して庶民議員になった。 アン女王の死から数ヶ月後にプリンス・オブ・ウェールズの会計長官に任命された。1715年1月の総選挙では無投票で再選。1717 17年4月13日にはウィリアム・パルトニーの公認として戦時大臣に就任した。さらに1718年3月16日にはジョゼフ・アディソンの引退を受けて南部担当国務大臣に就任、同日に 数密顧問官に任命された。このように出世街道一直線で、庶民委員でも弁論で、ロバート・オール・ポールと渡り合える実力を持つクラグス、であったが、南海放末事件により、名声を失った。この事件において、後の調査により多くの議員や、第三代、サンダーランド伯爵チャールズ・スペンサー、ケンガル女公爵とダーリントン女伯爵といった宮廷の、ドイツ人女性、 さらに父などが南海会社から会社の株式を受け取っていたことが明らかになった。クラックス自身は株式を受け取っておらず、1721年1月4日には事件に関連してウィリアムシーペーンと庶民院で激論を繰り広げたが、その数週間後に天然痘を患い、1721年2月16日に死去した。 この日はまさしく庶民院の秘密調査委員会が一通目の報告書を発表し、これらの株式受取が明らかになった日だった。3月1日にウェストミンスター寺院のヘンリー・ナナセイ・チャペルに埋葬された。生涯未婚であったが、ハリオットという書室の娘がいる。ハリオットは1726年3月4日にリチャード・エリオットと結婚。 二人の長男エドワードは1784年にエリオット男爵に除された後、1789年4月15日にはクラックスの姓を名乗る許可を受けた。ハリオットはジョン・ハミルトンと結婚したが、ハミルトンは1755年12月18日にポーツマスで溺死した。ハリオットとハミルトンの間で生まれた息子ジョンは後にアバコーン公爵に除された。 同時代の文人がアレキサンダー・ポープや、ジョン・ゲイ、政治家のジョゼフ・アディソンから称えられたが、ホレス・ウォル・ポールは、クラックスを派手に話す男と評したという。ありがとうございます。